釜麹がどう作られたのか、釜麹がどう作られているのかという方が大事で、乾燥と生の戦いではないというところが本当というところになります。まあ、どういうふうに麹が作られているかというのがね、分かるような生産者さんからの麹を買っていただくといいかなと思います。どんなお米がね使われているかというところもね、ぜひぜひ見ていただくといいかなと思います。安心して召し上がっていただけますよね。生麹、そして乾燥麹、どう違うんですか？乾燥麹でも大丈夫ですか？っていうご質問ね、よくいただきますので、今日はですね、乾燥麹をいろいろ取り寄せてみましたので、ちょっと乾燥麹でのね、実験もしていきたいと思います。生麹と乾燥麹の比較みたいな感じの動画って結構出されている方もね、YouTube だと多いかなと思うんですけれども、一概に生麹だからこう、一概に乾燥麹だからこうっていうのはですね、実はなくって、その製法によってだいぶこの麹の出来だったりとか、状態っていうのはね、違うんですよね。実はというところがありますので、まあ一般的にはこういうふうに言われてるよねっていうようなお話もですね、していきながらですね、乾燥麹ですね、戻していくのもですね、ちょっと実験していきたいなと思いますので、これをね見ていただくと乾燥麹の使い方もねうまくなっていただけるかなと思いますので、で生麹であっても乾燥麹であってもどっちがいい悪いっていうところはねありませんので、安心して最後まで見ていただければと思います。乾燥麹でも生麹でもありますと、塩麹も醤油麹も甘酒もお味噌ももちろんね、みりんとかそういうものもですね作っていけるんですけれども、よく言われている生麹、乾燥麹の違いというようなところもね、今日お話ししていきたいと思います。一般的に言われているですね、生麹はい、乾燥麹のねメリットデメリットというところもちょっとお話ししていきたいと思います。はい、そして麹はどこで手に入るのということでですね、麹ライフやりたいですっていうふうにね言ってくださる方もねいらっしゃるので、ぜひそのあたりのお話もしていこうと思います。そして麹選びのポイントですね。そして麹はお家で作れるんですかっていうね、麹自体からね作れるっていうところがねあります。はい、こちらの麹箱を使ってですね、私たち日本麹クリエイター協会で資格を取ってくださってるメンバーは皆さんこの箱で、はい、麹を作ってくださってるという形になります。そのね秘密もお伝えしていこうと思います。そして乾燥麹ね、実際に戻していく実験もやっていこうと思います。そして麹による違いですね、麹で調味料を作るポイントについてもお話ししていこうと思います。今日もね、はい、麹の秘密がねいっぱいわかりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。まずですね、乾燥麹と生麹のね大きな違いについてお伝えしていきます。水分量というところがね大きな違いになります。もちろんですね、生麹の方が水分量が多くて、乾燥麹の方が水分量が少ないという形になります。生麹をですね乾燥させたものがまさに乾燥麹という形になりますので、もともとはね麹で生麹の状態だったものという状態になります。そして一般的にですね、生麹の方がいいよって言われてることがね結構あるかなと思うんですね。まあ生の状態で出来上がりに近い状態っていうところは生麹の方がもちろんそうですね。乾燥麹はですね、そこから乾燥させていますので、どんな風に乾燥されたかっていうところが結構大事になってきます。そして水分量というところはですね、生麹は 25% から 30%、 乾燥麹は 10% 以下というものになります。保存方法もねだいぶ違いまして、生麹は冷蔵保存ですね、要冷蔵になっております。そして乾燥麹は常温でも大丈夫というような状態になっておりますので、まあですね、乾燥麹生麹の方がいいよって言われたりとかいろいろあるので、うん、まあでも出来たてにね近い形の方がいいかなっていう風に思う方もね多いかなとは思います。でも乾燥麹がですね本当にいい状態で乾燥されていればですね、本来ねそこまでね力は落ちないというのも言われております。種麹屋さんとかにお話を伺ってもそういう風におっしゃることが多いですね。乾燥のさせ方とかその前の作り方とかの方がね実は大事だよっていうことをね教えていただいてます。で、生麹と乾燥麹の違いですね、酵素活性ですね。こちらもね、生麹の方がよくって、乾燥麹の方がやや劣るよっていうのが一般的に言われてることだったりもするんですけど、まあ一概にも言えないっていうようなね、ところもあって、生麹もですね、そして乾燥麹もですね、作り方っていうところもすごく大事になってきます。そして発酵スピードもですね、生麹の方が速くて、乾燥麹の方がやや劣るというふうにも言われてるんですけれども、一般的には、これもですね、一概に言えないっていうところが、はい、本当のところですね。そして風味ですね、香り豊かなのはやっぱり生麹かなと思います。乾燥されてるものはねあまり香りもねないかなと思います。
ではですね、乾燥麹とね、生麹、実際に比べてみたいと思います。まずですね、乾燥麹、こちらの丸倉さんの乾燥麹です。そしてもう一つが乾燥米麹ということでですね、大分のですね、麹屋さんですね。麹屋本店さんの方から取り寄せました乾燥麹です。大分さんの米を使っているという形になりますね。はい。こちらをね、比較していきたいと思います。まずこちらですね、見えますかね。見えますか？こんな感じで本当に乾燥してます。お米のね上にモフモフみたいなのもね全然見えないような感じです。香りをね嗅ぎたいと思います。ほとんど無臭ですね。はい。そしてですね、こちらはねちょっとなんかモフモフしてますね。モフモフした状態で乾燥されてるちょっとだけモフモフがあるなと思います。ちょっと違いますねやっぱりね。そしてこちらが生麹です。麹スタイルで作ったものです。これはね、全体にモフモフがいる感じなんですよ、生麹。手作りね、してるっていうところもあって、毛をしっかり入れて作る麹はこういうふうにモフモフするんですよね。っていうような特徴があります。乾燥麹もね、ちょっと食べていこうかなと思います。生も食べれるかな？あ、めっちゃ硬い。うん。乾燥しております。なかなか食べるのは大変。完全に、うん、ちょっとだけ甘いって感じですね。はい、麹屋さん、うん、じゃあもう硬いです。若干ほのかな甘み。そして生麹、うん、ちょっと硬さが違います。柔らかいです。うん、香りがめっちゃいいですね。やっぱり生麹は口の中に入れた時もふわってなんか風味が感じられる。うん。生麹のねメリットデメリットのお話もねしていきたいと思います。生麹はやっぱり風味が豊かっていうところもありますし、香りにね癒されますね。もうそのね力が強いというふうにも言われてるんですけれども、生が乾燥かというよりも麹がねどういうふうに作られたかっていうのも大事になってきまして、同じ状態で作ったものとした場合の乾燥と生麹っていう風に考えた場合には、液立ての麹っていうのが一番ね、酵素の力が失われてない状態なので、生麹の方が強いかなと思います。生麹のね、デメリットっていうのはね、冷蔵保存しなきゃいけないっていうところだったり、持たないっていうところはね、ありますよね。なんですけど、まあね、どんどん使うとですね、むしろ足りないぐらいの感じで、保存というよりは足りないっていうことが起きますので、まあ、そういう意味ではね、お家でね、麹をね、どんどん自分で作って、どんどん調味料にしていくという風にしていくと、まあ、冷蔵する暇もなくですね、調味料になっていくっていう形になりますので、もちろんすぐに使わない分とかはね、冷凍だったり冷蔵していただくことももちろんできるようなものになってます。やっぱりね、保存が効かない状態なので、なかなか売っているお店っていうのにね、出会えなかったりするかなと思うんですよね。なので、まあ、通販で探していただいたり、もちろん麹スタイルのね、ベースショップでも販売させていただいておりますので、そちらで召し上がってみるのも一つかなと思います。麹もね、麹屋さんで売っていたりとか、あとは酒蔵さんだったりとかっていうところで販売されているところもねありますので、まあ、そういったところのホームページで見ていただいて、生麹を扱っている場合はですね、冷蔵便でね、日本はね届くいい国ですからね、はい、そういうものをうまく使って、よかったら生麹使っていただくといいかなと思います。そして乾燥麹のねメリットデメリットですね。乾燥麹もねすごく保存が効くという形になりますし、すごく使いやすいしね、保存もしやすいというところで手に取りやすいものかなと思います。乾燥麹ね売ってるところも多いので、まあ、なかなか見つからない場合はぜひ乾燥麹からでもねスタートしていただくといいかなと思います。その時にねなるべく製法とかでしっかり書かれているところだったりとかっていうのを選ぶのもねポイントかなと思いますので、そういった麹を選んでいただければと思います。乾燥麹のねデメリットはですね、やっぱりね劣化してる場合があるというところとか、匂いがね結構きついっていうねものがあったりする場合もありますので、まあ、それもね一概に乾燥と生比較ではないんですけれども、乾燥の中にもそういうものもあったりしますので、どう製造されてるかっていうのが製造者の方の思いだったりとか、顔が見えるものをね選んでいただくといいかなと思います。で、麹はどこで手に入れるのということでですね、最近はねスーパーでもね結構麹ね売っているところ多いかなと思います。
豆腐とかね、練り物とか塩麹みたいなのがね、売ってる冷蔵ゾーンみたいなありますよね。そのあたりにね、麹が並んでたりとか、都麹とかね、そういう場所に置いてあることが多いかなと思います。乾燥麹に関しては、調味料売り場らへんに並んでることが多いかなと思います。成城石井さんとか、こだわり屋さんとかみたいなところは結構ね、麹扱ってるところ多いかなと思います。そしてネットでのね、ご注文っていうのもおすすめです。麹屋さんだったりとか、味噌蔵さんだったりとか、酒蔵さんだったりっていうところが直接ネットで販売している場合もありますし、Amazon とか、ね、楽天とかに出されているところもありますので、よかったら見てみてください。はい、ベースショップ、麹スタイルもよかったらどうぞ。地元のね、そういったお店屋さんとか、酒蔵さんとかっていうところを回った時に、売ってるところはね、結構ありますので、そういったところでね、買ってみるのもいいかなと思います。このお酒を作ってる麹はこれなんだっていう感じでね、召し上がってみていただくのも楽しいかなと思います。麹選びのポイントですね。はい、何用の麹かっていうところで、まあ何に使うかってね、自宅で使う時っていろんなものに多分使いたいかなと思うんですよね。甘酒にもしたいし、塩麹にもしたいし、醤油麹にもしたいし、なんならお味噌も作りたいしみたいな、まあ、そういった場合はね、タンパク質もね、分解してくれる、ね、ものが入ってるといいかなと思いますので、そういうね、菌を麹サイズでは使ってるんですけれども、まあ、酒蔵さんとかのね、麹の場合はなるべくプロテアーゼというですね、酵素出さない方が良かったりするんですね。まあそれが雑味の原因になったりするとかっていう風に言われたりもするので、用途によって結構出る酵素が違う菌たちが選ばれているという感じなので、そのあたりもね、見ていただいてもいいかなと思います。はい、この辺はですね、種麹についてお話ししているものとか、種麹ってどうやって作るのとか、まあその辺のマニアックもあるんですけど、まあどうやって選ぶのっていうようなね、ところのお話もありますので、よかったら見てみてください。麹作り、私たちこの箱でしてるんですけれども、麹を作る穀類ですね。穀類というのは自分たちで選べるというところがありますので、まあ、せっかく選ぶなら無農薬だったりとか、有機とかね、原薬とか、農薬とかあまり使われてないものの方が体に入って食べるものなので、まあ、そういうものを私は選んでます。そして化粧水とかにもね、するので、まあ、化粧水の中に農薬いっぱい入ってるのがちょっと嫌じゃないですか。っていうところもあって、無農薬のお米で作って、麹自体をね、作っております。で、麹選びのポイントはですね、お家でね、どうやってね、保存したいかな、麹を買った後ですね、すぐ調味料にしちゃえっていう感じだったりするのか、それともそのまま冷凍でね、保存しておきたいのかっていうのによっても、まあ、どのくらいの量を買うかとか、何買うかっていうのもね、変わってくるかなと思いますので、ご自身の用途に合わせた麹選びというのをしていただければと思います。そして麹はね、お家で作ることができるんですかっていうご質問もね、結構いただいております。はい。お家でね、麹は作れます。はい。はい。もともとはね、麹というのはですね、麹室というですね、専用のお部屋で作るのが、まあ一般的ですね。酒蔵さんだったりとか、味噌蔵さんも、醤油蔵さんも、皆さんね、種麹から麹っていうのを麹室で作って、そこからお醤油にしたり、お酒にしたり、味噌にしたりするっていうことをやられております。でもこの日本麹クレーター協会ではこのオリジナルの麹箱がありまして、この麹箱の中を麹室と見立てて麹を作ることができます。なのでこの中だけで温度と、ね、湿度を管理できるような機能になっておりますので、こちらの麹箱があればどこでも世界でもね、作れるっていうところがあります。フランスにいるですね、シニア麹マスターのエリアッカリマキさんっていう方がいらっしゃるんですけど、マキさんはですね、パリでこちらの麹箱でずっと麹を作ってくれております。ヨーロッパってね、乾燥エリアなので、本来であれば麹作りって向いてない場所だったりするんですけど、しっかり作れてるというところもあるので、この麹箱さえあればどこに行っても大丈夫とね、思えるね、ところも、そういうところもね、あります。海外の方はね、かなり麹箱を使って麹作ってくださってる方多いんですけれども、やっぱり駐在の方だったりとか、やっぱりこうね、食が安定しないっていうところもあるんですけれども、この麹があると一気にね、こう食が安定したって言ってくださる方とか、なんかやっぱり安心するとかっていう方もね、結構多くいらっしゃいます。乾燥麹の戻し方についてもね、お話ししていきたいと思います。麹屋本店さんもですね、作り方が書かれております。50g ぐらいでですね、麹をね、戻す。っていうことをするといいよっていう風に書かれてます。で、戻していただいてから作るという風になっています。もちろん乾燥なので水分量ね、かなり吸収しちゃうっていうところもあって、塩麹にする前に戻してくださいねっていう風に書かれてたりします。で、醤油麹もですね、水で戻すっていう風に書かれてますね。はい、まあ、戻していただいてから作った方がいいかなと思います。
これね、書かれてるものと書かれてないものがあったりとかしますので、書かれてないものはホームページで見ていただいたりとか、そのね、メーカーさんの書かれてるかなと思いますので、ぜひそのあたり見てみていただくと良いかと思います。ということでですね、麹によってどのくらいね、戻りが違うかなっていうのをね、やってみたいと思います。はい。100g ずつの麹をね、戻してみたいと思います。はい、やっていきますね。200ml に対してですね、50ml という形だったので、100g だから、25ml でやっていきたいなと思います。実はですね、乾燥麹使ってたことあるんですけれども、乾燥麹はね、戻さずに使っておりました私にとっても実験ですね。ほんのちょっとで戻るのかな。でも書いてある通りにちょっとやってみてます。戻すといっても、かかり方が塩麹とか醤油麹の場合、お水をそれだけ 50ml 多く入れてねっていう感じで書かれてる感じなので、まあこれでね、もうね、醤油麹にしちゃっていいってことですよね。この状態でお醤油入れていっていいかなと思います。戻ってないところと戻ってるところとある感じですね。だいぶ戻ってきたかな。麹によってやっぱり戻り方もね、ちょっと違いますけど、でも色が変わってね、戻ってきてますね。ここは下の方がだいぶ戻ってきてる、わかります？ここら辺っていう感じで戻して、皆さん乾燥麹の場合はね、使ってみてください。生麹はね、でも美味しいのでおすすめではありますはい、あくまでも製造方法っていうところがね、麹はとても大事になりますので、手作りしているものね、蒸すところからなかなか手作りね、ハードル実は高いんですよね。まあそれを麹スタイルではね、一個一個ね、手作りしておりますので、ぜひぜひ試してみていただくといいかなと思います。乾燥麹戻してみました。こちらですね。はい、ぜひ皆さんね、戻した感じでやってみていただければと思います。はい、だいぶね違いますよね。この方はすごい戻ってきているっていう感じがしますね、この辺。はい、この辺もですね。はい、うん、香りがなんか出てきましたね、ちょっとね。戻すときは60度から70度ぐらいのお湯で戻してねっていう風に書かれておりましたので、そのあたりの温度でね、やってみていただくといいかなと思います。でこうしたら、もうここから塩麹作って、普通に作っていただいたり、醤油麹作っていただければと思います。はい、甘酒もですね。そしてですね、麹調味料を作る時のポイントですね、これご質問でもねいただいたんですけれども、コンソメ麹とかね、玉ねぎ麹を作る時に、野菜と麹をね、混ぜる時か、スプーンで混ぜてることが多いですけど、あそこブレンダーでやったらダメですかっていうようなね、ご質問をいただきました。ブレンダー使っていただいてもいいんですけれども、やっぱり熱に弱いっていうところがあるんですよね、麹って。でブレンダーってモーターがブーンって回ってますので、結構な熱になっている場合もあるので、まあ、そういうことを考えるとですね、ちょっともったいないかなと思うんですね。酵素を失活しちゃうともったいないので、出来上がってからブレンダーかけていただいた方が、発酵してる間はしっかりと酵素がね、働いてくれるという形になりますので、酵素をね、失活させないためにブレンダーは後でかけるというのがね、ポイントになります。ということでですね、今日は生麹と乾燥麹のね、違い、秘密についてお話しさせていただきました。生麹がいいのか乾燥麹がいいのか問題はですね、結構たくさんの方がね、調べられたりとかしておりますけれども、実際の、はい、ところはですね、生麹がどう作られたのか、乾燥麹がどう作られているのかという方が大事で、乾燥と生の戦いではないというところが本当というところになります、まあ、どういうふうに麹が作られているかっていうのがね、分かるような生産者さんからの麹を買っていただくといいかなと思います。どんなお米がね、使われているかというところもね、ぜひぜひ見ていただくといいかなと思います。安心して召し上がっていただけますよね。鎌倉にあります麹スタイルのね、米ショップとかお店の方でもね、実際に買えたりしますので、まあ、ちょっとね、今麹めちゃくちゃ皆さんね、注文していただいているので、お待たせしている場合もあるんですけれども、ぜひ遊びに来た時、もしくはオンラインサイトの方でですね、ご予約とかしておいていただくといいかなと思います。初めての方でも安心してね、使っていただけると思いますので、なんか思ったよりすごいハードル低いなと思っていただくことがね、多いので、ぜひぜひいろんな動画見てね、
ろんな調味料を作ってみてください。玉ねぎ麹もね大人気ですので、のこ麹も美味しいし、豆板醤も美味しいよっていうことでですね、何でも作れる麹っていうことになりますので、マヨネーズも作れるよっていうことで、はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。こちらのチャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をさせていただいております。はい、この先もですね、麹のお話や麹のねレシピだったりとか、麹菌の秘密ですね、菌の話などもさせていただいておりますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いできれば嬉しいです。そしてですね、 YouTube 専用の LINE 公式がございます。こちらでですね、お友達になっていただきますと、調味料の選び方というですね、音声をプレゼントさせていただいております。日本の調味料ですね、お塩以外はお醤油も味噌もみりんもお酢もお酒も全部ですね、麹からできておりますが、この麹のね力を使った調味料にはなかなか普通のスーパーでは出ないというのが今の日本の現実になっておりますので、どんな調味料を選ぶと実際麹がね活躍した調味料を選べるのかっていうようなお話をさせていただいておりますので、ぜひぜひね、調味料を変えるだけで腸内環境を整いますし、何より美味しく食べられるっていうところもありますので、ぜひ音声聞いてみていただけたら嬉しいです。ぜひお友達になってくださいね。はい、ということでですね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、お次の動画でまたお会いしましょう。素敵な一日を。またねー。